秋大宝マルシェは毎月第4日曜日に広島市と益田市をつなぐ国道191号線にある立地を生かして道の駅ライムとごうちで行われる新鮮な山陰の魚や地域のおすすめ商品が集まるマルシェです。今月は島根の山根商店が鮮魚を販売するほか、三好市の韓国料理店が提供するチヂミや焼肉弁当なども並ぶ予定です。また地元秋の国酒造のクラフトビールの試飲会も実施されます。マルシェは午前9時に始まり、商品がなくなり次第終了するということです。続いて海田町では県の重要文化財に指定されている旧千葉家住宅が一般公開されています。旧千葉家住宅は西国街道の宿場町として栄えた海田で宿駅の養殖を務めた千葉家の旧宅で、要人の宿泊などにも使われました。今月27日まで一般公開されていて、現在庭園の山桜が満開を迎え、桜と旧千葉家住宅とのコラボレーションも楽しめるということです。最後に東広島市黒瀬町では明日桜コンサートが開催されます。黒瀬町の花、桜の花見スポットとして地元で親しまれている黒瀬生涯学習センターでは午後3時から和太鼓やフルートなどの演奏が行われます。コンサートは10組が出演する予定で午後8時まで行われ、夜にはライトアップされた夜桜と音楽の共演も楽しめるということです。